66系第6編成の北千里行きがちょうど今発車してきたところで、その奥に淀川キリスト教病院がそびえ立っています。今来ているところは阪急千里線の国島駅であります。天下茶屋方面、天神バス寺6丁目方面のホームなんですが、天下茶屋方面のホーム中間部分の方がこのように広く設定されていて、お手洗いの方がついています。改札の方がこちらになっているんですが、階段を上がってホーム上へ上がるというところなんですね。この先先頭から後ろにかけてはこうやってですね、ホームの方が狭くなっていて、一方で淡路方面はそれだけですね、ホームの幅が広くないんですね。少しですね、まあ黄色い展示ブロックが狭くなっているというところで、まあ、ただですね、右手にご覧いただきたいんですけれども、実はそちらに西改札が出来上がったんですね。改札は東口しかありません。3箇所あるんですけれども、左手の方に券売機があって、右手の方には飲み物自販機があります。そして出てくると左手に東淀川国島郵便局があって、そこから右に行くと調剤薬局があって、共同利用施設の国島センターがあります。東改札が天下茶屋方面2号線の最寄り、そしてこれから踏切を渡っていくんですが、国島の踏切を渡っていきますが、渡っていったすぐ右手に西改札があります。こちらが阪急国島駅の西改札になるんですが、2つあって、こちらの方実は券売機の方がないんですね。まあ、いわゆる切符を利用する際には東改札を回って、まあ、歩道橋を上がっていくかで、東口で切符を買ってもう一度踏切を渡ってこの西改札を渡るかという方法になるんですね。その阪急国島駅を後にして、奥側には大阪府立国島高校があって、まあ、この後周辺には行きますが、右に曲がると淀川キリスト教病院の南入り口へと行くことになります。そして調剤薬局があって、ローソンがこの中に入っているんですね。今回は左から曲がって行ったんですが、そこから直進すると、まあ、くねくねとしたカーブが続いているんですが、まあ、そこから淀川通り、天神バス寺6丁目方面、長良橋方面行くことになるんですが、そこは行かずに右へと曲がります。まあ、ただですね、ここは少し登っていきながら、登りきるとまた下ってくるというところなんですね。右手が淀川キリスト教病院の周辺になるんですが、左側の方が国島浄水所の敷地になります。そして国島高校、淀川キリスト教病院を右に見ながら上り切って、ここから下りへ入ります。阪急京都線の踏切へと進んでいくんですね。そこから右に曲がると、まあ、残念ながら葉桜になってしまって、新緑の風景に変わってしまったんですが、春先には多くの桜が咲く阪急草千里駅方面への道となります。そして左に行くと、このようにですね、自転車と歩行者専用になっているんですけれども、まあ、そこから南方方面へ、そして今回はこの踏切を渡ってきます。こちらが飛鳥橋の踏切になります。渡って右に行くと、かつて飛鳥開放会館があった地点、阪急草千里駅前のバス停、そして阪急草千里駅の京都方面の改札になるんですが、飛鳥橋の踏切があったんですが、まあ、かつてはご承知の通り、こちらは飛鳥町と呼ばれていたところなんですね。ここからは大阪市営住宅の周辺を進んでいくんですが、まあ、平日のですね、5時台後半の大阪の梅田駅になると、まあ、京都河原町方面から出るというところで大変多くの方が利用されているんですが、まあ、休日に関しては利用客の方は、まあ、後ろの方が空いているという感じですよね。
栗島を歩いてきましたが、ここからは東中島2丁目へと進んできます。右手の方には大阪市営住宅がそびえ立っているんですが、こちらが大阪市営の飛鳥住宅になります。そしてここのようにですね、左への急なカーブになっていくんですが、遠くに目を向けると奥側にはなるんですが、日生新大阪ビルの上階部分が見えます。カーブを曲がりきると下りへ入るんですが、左手には大阪市営新築の南方住宅1号館が見えてきて、南側が10階建てで既存されているんですが、新たに9階建ての西側が建設されて、まもなく入居が始まろうというところなんですね。そこから右に曲がると新大阪道具市場があって、この道を西へ向かっていくんですが、この辺りは市営住宅がありながらも、このように高層のマンションが多く建っている一角にあたります。そして14階建ての南方住宅、これが5号館なんですが、住宅部分は2階からになっていて、1階には東淀川東中島郵便局が入っています。そしてこのように3車線になる大きな道路沿いの方に入ってきて、ここを横切ります。いわゆる11と41号系統が通る道路沿いの方を横切って西の方へ向かいます。そしてその先目を向けると JR 京都線の線路下、そして宮原市場とつながってくる高架が見えてきます。地下道をくぐって淀川区に入り、そして宮原市場とつながってくる線路下をくぐって新大阪駅の中央口へと入ってきます。新大阪阪急ビルが奥にある新大阪駅の中央口なんですが、今回は JR 側は行かずに、ちょうどですね、西側に駐輪場、8時間の利用で130円なんですが、その周辺を通り過ぎて大阪メトロ御堂筋線の新大阪駅、いわゆる南改札へ向かいます。その後新大阪駅の方に着いてから江坂の方へと来ました。今回はこの駅で結果を紹介することになります。今回は阪急栗島駅東口の方から踏切を渡っていって新大阪駅の中央口から御堂筋線の南改札まで、時間にして21分30秒、距離にして 1.42キロ、2549歩の295キロカロリー。ここの江坂駅の方は御堂筋線と北大阪急行とのですね、接続駅というところで、この分岐点というところなんですけれども、まもなく1番線から中本行きが発車してくるところになります。今回阪急京都線沿いの方を通っていって、東淀川区の方から地下道を通って淀川区を少し歩くという形だったんですけれども、その栗島から新大阪までも大体は 1.4 キロぐらいはあるというところでですね、そんなに遠くはないという印象がありますよね。今中本行きが江坂駅を出ていくところをご覧いただきながら、今回の動画はこちらまでとなります。ご覧いただきありがとうございました。